そうですね、MDR さんが一曲あげてるんで、はい、そのどういうかなりそこは見どころなんかなと思いますね。結構雷撃が止まってたんで、そうですね、負けた試合はどうやって通していくのかを見たいなっていうのは。ここは、まあ、静かな立ち上がりと言いますか、刺さってでかいですね、刻め。うわー、まあ、今のは、はい、とがみったらあれになったと。確かうまい、まあ、リード奪ってるんで結構このダッパーダウンフィールドで貯めると。はい、そうそう、刻むがガード。やっぱ前に大気がいかないですね。大気がしゃがんでる。確かにためある時にはやっぱ警戒したり。あ、やっぱあれ食らいまくってましたもんね、手前の実証大気が対応して。うわー、コパンコスリに対して積極的に、ただ序盤高めに行って読み合いをして、そうですね、後半投げを通すというのは、はい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 、うまい、乗った乗ったな、のマックスゲージ。あー、対策か、そっちもヘッドも当たんないっぽいですね。今のはうまいですね。多分生オルコンぐらいしか多分勝てるしなないっていう。これはやばいですね。あー、ここは止めるんですが、この後の着地が、あー、でもこれはあそこいうことがあるんだ。着地攻めがちょっとうまくいかずに重なって、この後の展開ですね。ノーゲージなんでちょっと、あー、これはこれもそうだって。じゃあこれな、4、5、6、7、8、9、8回、8回レバーチかける8、めちゃくちゃ減りますね。しっかりガードして荒らしに来たけど、これが今のはでも一応あのターンパンチ重ねるのは、はい、バックスに当たったら生ルコで次できるので、ああ、そういう狙いもあって、そう、多分そういう狙いあると思うんですけど。なるほどなるほど、エメデスはガンガードっていう、その辺はちょっと一回やってたのもあったのかもしれないですね。そうですね、それでその重ねしてくるっていうのを生まれて、でもあんな一試合やっただけで結構すぐ変えていこうって思ったんが、結構後半分かってきたみたいな。何もできない感じで言ってたんで、ね、はい、逆に対応。それはすごいなーって。あの現役中の前中継が全然落ちなくて、バイソン。バイソン落ちないですね。はい、めちゃくちゃ入ってましたね。8回も入ると。ここは1回負けてるんで、タイソンさんがどう変えていくのかなみたいな。おお、差し込みましたね。中盤です。中ラスト。ここも中盤です。あ、これも確定か。確定取ってきて。ですね、こんな感じ。これきついね。リード奪って、ここはまあ無理しない。落とすけど、結構もう着地で割と合ってきてますね。逆にタク。狙ってるね。この後は小足で安定しつつ、あ、ここで奪ったけど、ちょっと早かった感じなんですかね、投げが。サウンターやったから。はい。投げ手が出が。うまい。使うか。使った。使った。この後。ここっすね。ここセンス出るね。そうですね、ここが一番大事なんで、どうするのか。うわ、投げに行ったけど、グラップ、うわー、踏んだけど、まだ全然どっちも分かんないですね。ここ EX アッパーがありそうな感じがする、ね、匂うんですけど、あー、ストレートでした。しっかり読み合い、ゲージがないんで、あ、乗っかった。ここは死なず、ここはもう一回 EX 選手、あ、前中継、うおー、最後はちょっとでもガードされてもきついんで、最後どうしようもないですね。バイソンは今のきついっすね。サメもないし、今の EX でしょ、何もでき、多分ガードするしか。そうですね、今のはもうほんまにきついな。これはここは、わー、逃げてやるんですか。これはしっかりスマッシュ。わー、前とかちょっとしゃがんで待って、ノーゲージなんで相手が結構ノリノリで、あ、チューチュー入るんか。きつい、それもきついですね。きついな、しっかり重ねて、あ、ゲージがないぞ。うまい、打開してる。 MDR 側が溜まるので、刺されば終わりますね、試合が。刺されば、そのゲームが前に出る、前に出る。中攻撃決断から刺されば終わります。返すんですが、繋がらず。あー、コパンが早い。あー、入れ込みましたね、うまかった。うわ、最後はしっかり、そうですね、対応した感じが。対応したね、完全に。さすがですね。こういう対応の速さもやっぱ強さに。強さやね、ほんまに。なりますね。これは、いい試合でした。決勝で、KOK さん対、MDR さん。